んな本日はですね、朝からエウレカセブン3に座っておりまして、現在投資の方が16本、そして回収の方が500枚ぐらいと、約500枚です。なんともですね、前半戦パッとしない展開で、まあ、一応 ATM2 回ほど入れたんですけども、その2回ともにあのほぼほぼ駆け抜け、まあ、1回ボーナス絡められたかなっていう感じなんですけど、やはりあのエウレカのねいいところは見せれずという感じなんですよ。ちょっと後半戦はあのもうちょっと楽しいところをお届けできるように、ひとまずあの続けてエウレカ7、3を打つわけなんですけれども、ちょっと1回はやっぱ ATM にね、はい、入れて、そこからまた違う台に行けたらなと思っております。 KCC 中に中段シェリーを引いてハイエボ入れたいと思います。そんなわけで後半戦も頑張りますので、皆さん楽しんでください。それでは後半戦スタートです。行ってきます。それでは後半戦です。引き続きエウレカ7、3を打っていきます。行きましょう。まあ、ちょっと気分もリフレッシュして新たな気持ちで挑みましょうか。でも今一個楽しみがあるんだ。ほら、でででででででんででんどーん。ちょっとこのまま見せられたらさ、なんのこっちゃですけど、これはですね、ずんだ餅です。私あのずんだが好きでして、でそこでねあるんですよ、団子屋さんが。前も言ったかな、前も言ったと思うんですけど、そうで、さっき休憩入った時にこれが150円ですよ、この大きさで。お得じゃない、これ。お餅入ってるの見えますかね。で団子よりも餅の方が好きなんで、はい、お餅買ったら150円、なんかいい買い物した気がしてテンションが上がってるわけなんですよ、ずんだ。これは後でね食べます。乾燥したら食べましょうか。おやつにね。さてとカード入れましょうか。16,000円だから 17,000円目です。本日後半戦当たりの方はまだなしでございます。そうだね、さすがにちょっともうちょっと早く当たってくれるかなと思ったんですけど、やっぱり500過ぎて600、700ぐらいになっちゃうんで、どんなに引きでどうにかなると言ってもね、ちょいと良くないのかなっていう感じが出てきたから、無理はしないで次に行こうか。まあでもあんまりね、ジエンド通り過ぎないんで、エンティレベル1ではないだろうと。やってまいりました、天井ゲームでございます。707ゲームやっとこ到達いたしました。さあ、714ゲームはい、いただきました。天井ボーナスですと。ダメだ、普通のボーナス。いやでもね、いいです、頑張ろう。こっからもう AT に入れないともったいない。多分 AT レベルいいと思うので、
もうやってやる。もうこれ落としたら本当に終わりになっちゃいますから。いやーもう700余ったんだからお願いしますね。お願いしますお願いします。ホランドホランド、よしよしよし、オッケーオッケー。ふぅ、いきます、せーの、ホランド、赤字赤字、弱攻撃で、いやー強い、わーやばい、これはうそやん。ねえホラントなんで負けんの、ホラントなんで何パーで勝てんのよ、もうやっぱダメなのかしらね。いやーちょっとつらいな、もう、あーなんだろうな、するもんだな。ちょっと台探しに行きましょう。私に向いている仕事ってなんだろう、やりたいことって。仕事なんて適当に選べばいいんだよ。楽しくやりがいのある仕事を見つけるのです。なんだよそんな仕事あるわけないじゃん。好きなことを仕事にすればいいのです。あなたは好きなことは何ですか。パチンコパチスロ。ではパチンコパチスロ業界に就職するための G&E に通えば好きなことが仕事にできますよ。そんな学校通ったぐらいで好きな仕事につけるもんかい。 G&E の内定率は 94.6% です。なんだと、すげえじゃん。そんなうまい話があるか。どうせ学費が高いってオチだろ。 G&E は年間19万8千円から通えるのですよ。くーん、俺様も通いたくなってきたぞ。よし、一緒に通ってみるか、G&E。 うん。詳しくは G&E で検索。いやー、あれだよね。無償というか、なんだろう。こっちは当たって、お金入れて頑張ってるつもりなんですけど、絵としては全然使えないというか、怒らないというか、悲しいね、これはね。まあでもリノはありっちゃありよね、最後の勝負で。ラスト勝負何がいいんだろう。凱旋したいなって思っちゃいますよね。だって結構出始めてますからね。でもね、今日は凱旋やめたからリノ行きましょうか。リノで一発あの出玉をね使ってやりましょうか。そんなわけでリノに移動してきたんですけど、持ち玉ほんのちょっとですね。もう100枚ちょっと、はい、これでやっていきます。トマト引くぞ、狩るぞ。てか、ちょっとなんか押せないちゃんと。変な技使ってたから、手が鈍っちゃいましたね。ひとまず早い段階で来るべきで、175ゲームぐらいかな、回したの。なんで200ぐらいに1回来てくれたのも最高に嬉しいんだけどな。30ゲームぐらいで、これね、私がもうちょっとおしゃべり上手でいろんな話ができる人だったら1回のあたりでもいいのかもしれない。ただそうなってくるともうスロット動画じゃねえじゃねえかってなってしまうところもありますし、もう難しいところでありますよね。だいたい言えば30ゲームできましたね。私いつも赤7かバー狙いなんですよ。はい、まあコインですね。でも今日はなんかね、青7な気がする。青7にします。いいか、いくぞ。
青なら選びません。彼女はもう選びません。もう私の中で抹消されました。ということでこの第2択でございます。やっぱりな、やっぱりな、見えなかったな。ただ1回来ましたね。早かったですね、うん、じゃあ次は203。やめてよ、どうしろって言うの、どうしろって言う、うん、いつもはバー8割、赤なら2割なんですよ。いきます、バーコインですね、バー狙っていきます。14枚、いや、やる、私は飲ませに来たわけじゃないですから、コインを、うん、あっちで出たちょっとのコインなんかやろうかなじゃないですから、増やすまで、つか揃えるまでいきます。さてと、来てる、気づけば28,000円、見たくなかった現実を。3番までにしましょうか、うん、さあもうね終わるからラストトマト、終わりました。445ゲーム、これがラストトマトになるのか、どうしようかな、どうしようかな。でもこれは赤7です。はいはい、もう赤7で決まると思います。じゃあいきます。いやー、お願いお願いお願い、本当に決めたいです、お願いします。大逆転のドラマを作りたいと思います。とにかく次ビッグ取ろう。まあでも本当に贅沢は言わないから、当たってりゃ何でもいい、どっちでもいいから続こう、続けよう、うん、早めのビッグ、大丈夫、怖っ、やめとけ、リプレイ多発はしてないですからね、大丈夫だ。
ジ19ゲームでいただきました。よかったね。マジで終わったと思いましたけど、でもまあまあそんなにプレー多発してなかったんで、ナイス、これでビッグやっと取れましたよと。はい、来た。だってこれは当たりじゃないけど熱い。はい、リードを生かしてます。失礼失礼、来ましたね。あ、カナラ、またこ使っちゃうぜ。やっと来たぜ。あ、危ない、これが最後だった。やっぱ5回目プッシュは前から言っておりますけど変えられないんで。ピンチ目じゃなくてピンチ目。はい、来た、ピンチ目。お、危ない、これは。下段なのでちょっと確定では、あ、さっきで見たリーチ目勉強しました。でもいけるでしょ。さてと、繋がった、あのピンチ目2発からのこれなんで、ラッキーラッキー。さあ今7回目ですけど 4-3 ですね。ああ、今5回プッシュ分かんなくなっちゃった。おお、マジで中段レモンいただきました。 65% とか。いや、いい、大丈夫、まだいるよって言ってる、まだいるよって。もう一回やりたいが出てきてるけど、でもあと20ゲームだけチャンスください。おお、どうしよっか。なんかドルトマだからドルトマ狙いたくなっちゃうけど、でもね、ここはもう一回カナナいきます。私いきます。
し私のこのプッシュ5回打法をさ、名前さえつけれれば完璧なんだけどな。いい名前さえつけることができれば、ちょっとなんかまんますぎてなんかちょっとダサいかなって、もうちょっとかっこいいやつつけたいな、横文字系のそのアラシステムみたいな感じでさ、あーちょっと遅れた、でも大丈夫、負けない。おここで小部位入っちゃった、いいんだけどなんか好きじゃないっていう。ほらね、でしょな、ゆたろろな、ほらこの流れな、な、ほらな、これこれなのよ。いやマジで、いやこういうとこで小部位出たら嬉しいよ。いや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 、あれやばい、揃わなかった、外しました。今の落ちましたね、今普通に落ちてます。終わりましたね。あー最後レギュラー3連か、結構惜しかったけど、50ゲームやったらやめます。やっぱりもう一回ちょっとあの喜びを、そんなわけで、はい、やめます。さすがにもう54、これがラスト2枚いきます。はい、55ゲーム回して、まあ最後だいぶ出ました、2箱とちょっとということで、ひとまず何枚出たのか流してみましょうということで実践終了です。ありがとうございます。お疲れ様です。ということで本日の神空実践が終了いたしました。さあそんな本日ですが、朝からエウレカ7-3、そして最後にミノを座りまして、投資の方が全部で29本です。そして回収がこちらとなりました、でででん、1808枚ということで勝利です。やりました、やったー。いやちょっとね、エウレカ7っては正直何もできませんでした。前半そして後半の半分ぐらい多分エウレカねずっと打ったんで、最後残りコインをちょろっと持って、まあ、リード移動して、結構ねトマトが落ちたんですよ。でもの持ちコインで100枚ぐらいで3回トマト来たんですけど、決めれず、まあ、追加投資してなんとか4回目にしてそれがね揃えられて、そこからそこからですよ、素晴らしい、もう大逆転。ちょっとこんなうまくいくと思わなかったんですけど、なんとかプラス収支で終わったということで、はい、気持ちとしてはもうねはっきり全然疲れておりません。途中はもう帰りたいなって思ってたんですけど、もう今はねご機嫌がいいということで、ものすごくいいね実践ができたかなと思います。まあ、とりあえずこの価値をまた次につなげられるように、次の実践もしっかりと頑張っていきたいなと思いますので、また皆さん神スロー見ていただければと思います。それでは今日はこれにて終了です。ありがとうございました。またね、さよなら。